どうもどうも、マサトです。響きワールドへようこそ。はい、ということで遺跡の方に来ております。沼地の遺跡ですね、の方に来ております。今日はこちらの方にですね、また新たにいろいろ作っていきたいなと思います。もう中見えてますね。はい。カエルがいるね。はい。ということで、こちらの方もね、ちょっと徐々に地味にちょっと進めていこうかなというふうに思っております。ということで、早速始めてまいりましょう。はい。ということで、早速ね、準備したいと思います。向こうになんか、四角いのが見えてますね。あれは何でしょうね。まあ、今後どうなるか。まあ、わかる人にはわかるってやつだね。まあ、今後どうなるか、お楽しみということで。今日はあそこは何もやりません。収録外でちょっと地味にね、進めていってるというだけなんでね。とりあえず、ここ、まず木が邪魔なので、木を切ってですね、場所確保したいと思います。ああ、でカエルさんね、向こうの拠点、第三拠点ありますね。あそこに作った人工池、あからいなくなりつつあります。どうやらカエルさん、やっぱこういう天然の池ですよね、水辺に行こうとするみたいなんですね。まあ何しかあからいなくなったという感じですね。でねこうでしょ。で、ちょっとここ、まず先目印ですね。ごめんね。こういう感じで。要は通路ですよね。ちょっと先に作っていきたいと思います。移動しやすいように。これいらないよね。とりあえず、適当な位置まで。通路作って、で、こっち側にも繋がなきゃいけないんですよね。ここら辺なのかな。ここもちょっと印つけますか。これ邪魔だね。あっからね、こう斜めに行こうかなと思ったんですけども、それじゃあちょっと歩きにくいかなと思いまして、とりあえず、メイン通りこう作って、で、それぞれ道を、繋げるというふうな感じになるかなと思います。どこらへん？あ、ここですね。で、材料はこっちに持ってきてます。変えた方がいい？あ、でもやっぱ同じ色合いでいきたいから、同じ素材で、砂岩でね、ちょっとやっていきたいと思います。まず一直線ね。やっぱ三列幅かな。まずつけていきます。塀をつけるかどうかだよね、これね。ぼやーっとした感じのイメージはできてはいるんですけれども、まだ完全じゃないですからね。で、あと他の遺跡もちょっと作っていかなきゃいけないんで、その辺の兼ね合いもありますよね。あと、ちょうどここもあるし、ここら辺ぐらいにちょっとした仮の家作っといた方がいいでしょうね。チェストとか置いとけるね。ベッドとかね。安全対策できる家ですね。で、まあそのままその家を大きくするのもいいですし、もし位置的に悪かったりデザインが悪かったりしたらまた作り直せばいいだけの話なん でちょっと道幅広げて、ああちょっとベース作った方がいいかな。塀を作るかどうかだよね。敵モブに通路に入られないようにするか、塀がありかなしか。塀なし でいつもの私がよく対応している溝を入れるか、どっちかだよね。まあ今回ね、これ今通路作っておりますけども、思い描いてたのは、あの昔他のワールドで作った水路橋、ああいうのも、あの低いタイプの水路橋作ってもいいのかなと思ったりしてね、考えてはいるんですけれども、それがこれに合うのかどうかというのがあるんですよね。うん、これなら違和感ないでしょう。ちょっとね、あれからちょっといろいろ考えてて変えました。作戦変更でございます。本当はね、ここ階段ブロック同じように入れようかなと思ったんですけど、
それじゃあちょっと、いまいちかなと、バランスが、こっちとね、メリハリがないかなというふうな感じがしたんで、で、ハーフ、赤のハーフ、赤のネザーレンガのハーフ、ちょっと入れてみたら、いい感じになるんじゃないかなと思って、ちょっと作戦変更。これならメリハリつくでしょ。これでちょっと、設置していきますね。また変わるかもしれませんけれども、やっていくうちにね。とりあえず今はこれでちょっと表現してみたいなと思います。あとちょっとここね、池にしようかなと思って、ちょっと水をここまで張ります。ちょっと先にここら辺取っておきますね。綺麗に行くかな。水源化まだ完全にはならないか。であとここに入れれば、あ、なったね。であとちょっとまた骨盆で水草生やすなりなんなりすればいい感じになるかと思います。じゃああとちょっと家をサクッと建てて終わりとしますか。玄関どう向ける。やっぱ通路側が近いから、1。ここら辺でいいか。あまり大きくならないようにしたいけど。で、階段も。適当ね。こう行って、もう一個行く？こんなに高くなくてもいいんかな？そうだよね、高くなくていいよね。ちょっと2階建て風に。ここだけ入って、で、ここにドアがつくようにしようか。こうつける。両開きにする？で、上ハーフにするか。ちょっと後から窓を開けます。こういう感じで作っていけばいいんじゃね？あ、上と下に分けるか。だからここで1、2、3。あまり大きくならない。こうしようか。ここ入り口にして、とりあえず先にベース作っちゃいましょう。でここにも扉つけて、でここ窓だよね。まあ、こういう感じの家でさな。狭っ。あ、だからこれは取れるよね。あ、削りすぎた。ここも取れるか。まあそんな大きくなくていいからね。で、磨かれた砂岩のハーフでいいよね、もう。
で、下は倉庫スペースって感じかな。ここは取れるよね。こことここ。これも取れるんかな。階段だから取れるよね。あ、見えるか。ここも見えるから、これはいるんだよね。うん。はい。ということで、これで、完成した姿をご覧ください。どうぞ。はい。という感じになりました。まあ、こんなんでいいかなという感じで。で、下はですね、住居スペースにしました。で、あと、チェストもね、ちょっと置いてね。こういう感じの雰囲気になっております。で、上が、こちらね、勉強部屋って感じですかね。はい。こういう感じになっております。まあ、ここに座ってね、お勉強するというふうな感じかと思います。とりあえず、ちょっとした荷物はね、ここの家に、入れておこうというふうに思います。ここら辺がちょっと不細工だなというのがあるんで、ここの道のつなぎの部分、このハーフの部分ですね、これもうちょっといろいろ変えたいなと思います。この角の部分をなんか入れたいよね。で、ちょっと今試しに設置したんですけれども、この道沿いにこういうのやつね、ネザーラックに火つけてというふうに、思って、こういうデザインでやったらどうかなとは思ったんですけれども、これ一応、トラップドア、マングローブのトラップドアですね。でも、中のあれと同化しちゃってるから、まあ、これでもいいかな。はい。という感じ。だから、これがところどころ、配置されていくというふうな感じですね。この炎の部分がですね。あと、木切っちゃったんで、それもまた植林し直さなきゃなりませんね。バランスよくちょっとまたね、配置したいと思います。はい。ということで、今回は、こちらの沼地に遺跡の方をですね、ちょっとまた進化させていこうと、こういう状態になっております。あとなんか他のコントまた遺跡風の建物作っていければなというふうに思います。どういうふうな感じにまたなっていくのか。ただ、こっちが行っちゃうと沼地がなくなっちゃうような感じがするんだけどね。はい。またうまく建物配置していきたいなというふうに思います。ということで今回はこれにて終了したいと思います。それではまた次回お会いいたしましょう。じゃあね。